1999年欧州議会議員選挙は、1999年6月10、11、13日に欧州連合加盟15カ国で行われた626人の欧州議会議員を選出する選挙。義務投票制を持ち、また同日に国内議会の選挙を実施したベルギートルクセンブルクを除く加盟国での投票率はのきなみ低いもので、 49.8%にとどまった。また、1995年に加盟したオーストリア、フィンランド、スウェーデンにとっては、今回が他の12カ国と同時に行う初めての選挙となった。共産、極左系欧州統一左派、北方緑の左派同盟は選挙で一議席増、また選挙後に合流した7人の当選者を合わせて、 合計で34議席から42議席となった。社会民主系欧州社会党グループは34、議席を失う大敗を喫し、第2会派に転落した。自由民主系欧州自由民主同盟はやや議席を増やし、選挙で1議席増、また選挙後に合流した7人の当選者を合わせて、合計で50議席となり、引き続き、第三会派の地位を確保した。 欧州求心連盟は、改選前の21議席から8議席を失う、苦戦を強いられた。保守、キリスト教民主系欧州人民党グループは、躍進し、選挙で23議席増、また選挙後に合流した9人の当選者を合わせて233議席となり、欧州社会党グループから第一回派の地位を奪った。欧州連合に会議的なイギリス保守党に配慮して、 会派名を、欧州人民党、欧州民主主義グループと改め、1992年に、欧州人民党に合流した旧欧州、民主主義グループの名前を復活させた。国民保守系ヨーロッパのための連合は低迷し、17、議席を失った。会派は分裂し、アイルランドのフィアナホイルとポルトガルの民主社会センター、人民党による、新会派。 諸国民のヨーロッパ連合が結成された。新会派は議会内で31議席を有することになった。極右系極右の会派そのものは選挙の前後では存在していなかった。極右系の議員全員は無所属として選出された。グリーン系、リージョナリスト系グリーングループは11議席像の38議席を獲得した。 欧州旧新連盟に所属していた欧州自由連盟の議員がグリーングループと合流して新会派欧州緑の党欧州自由連盟を結成した。新会派は議会内で48議席を有することになった。欧州会議派諸国民のヨーロッパのための独立は変化がなく選挙では6議席を増やしたものの選挙後に5人が離脱して16議席にとどまった。 会派は審議会で民主主義と多様性のヨーロッパに解消した。無所属、独立系無所属、独立系のノンインスクリッツは20議席を失う結果となった。これらの議員は無所属議員グループという会派を結成して議会会派に対する優遇措置を受けようとした。当初この試みは成功し、グループは審議会の任期当初から活動を開始したものの、 その法的地位についての確認が議論され、1999年9月に基本法委員会は、無所属議員グループには一貫性のある政治的な要素がないとして、グループの強制解散に踏み切った。グループの議員はノンインスクリッツに戻ったが、このことにより、議席数は27に増加した。ありがとうございます。